台湾タガメは、カメムシ目イムシカタガメ赤台湾タガメ属、レサーサースに属する水生昆虫の一種である。日本国内で記録されたことがある、水生昆虫類としては最大だが、国内では、ヨナグニ島でしか記録されておらず、1970年代後半を最後に記録が途絶えているため絶滅が心配されている。体調は、 メス成虫の場合は74.0から80.0ミ、mm、リメートルで、オス成虫の場合は、より小さく64.0から77.6ミ、mm、リメートルで、ある。体は灰色で、眼球は大きく、球形に突出する。日本本土に生息するタガメカークルティアダイローリーによく似ているが、以下の点で区別できる。成虫は、雌雄ともに、独特の匂いを出すが、 その成分は死有で異なる。口述のように人間が食用として用いる場合は、オス成虫の方が、メス成虫より方向の評価が高く、オスの方がより高値で取引される。清水域で水量が安定しており、水生植物が豊富な止水域に生息する。台湾タガメ、日本本土のタガメを含め世界各地には、様々なタガメ族の昆虫が生息するが、 それぞれ生息地の自然環境による差はあれど、行動様式はいずれもかなり禁じしている。南アジア、東南アジア、中華人民共和国南東部、朝鮮半島、台湾に分布する。日本唯一の生息地であり、分布北原域にあたる与那国島では1957年に記録されたが、1970年代後半に個体が、 確認されて以来記録がなく2018年時点で絶滅危亜 A 類に指定されている。与那国島ではすでに生息可能な環境のほとんどが消失し、長年にわたり記録されていないため、絶滅に近い危機的な状況と推測されている。与那国島からの記録が途絶えた背景には、地消など生息域環境が埋め立て、補助を整備などにより悪化。 消失したこと、農薬使用による水質汚染が考えられているほか、市川の平は、台湾における個体数が減少したため、台湾からの飛来が途絶えたためだろうと推測している。なお、与那国島産の個体は、海外産よりやや小型だったため独特なチリヘニーの可能性が指摘されている。タガメは、本種が記録された与那国島に加え、隣接する。 イリオモテ島でも記録されているが、本種はヨナグニ島でしか記録されていない。日本産のタガメと同様に農薬など、科学的水質汚染への耐性は低く、食材として知られている東南アジアでも、農業の近代化に伴い生息状況が悪化している。日本のペットショップでは稀に、ビルマオオタガメ、ジャワオオタガメなど、産地名付きの通称で販売されている。飼育は、 日本産のタガメより難しいが、南アメリカ産の南米大タガメと比較すれば容易であり、上手に飼えば長期飼育、繁殖も可能である。油で揚げた台湾タガメ中国南部、河南地方インドシナ半島では伝統的に食用にされている。特にタイでは食材として多量に消費されており、三橋厚氏はタイの食用昆虫といえば、 台湾タガメを置いては語れないと評している。本種はタイでは、メンダと呼ばれて、料理の香りづけ塩をで、つくだ煮などで食用とされ、早朝の市場では、人気が高く生きたまま、もしくは調理済みで売られている。タガメ族のオス成虫は、繁殖期に果実のような方向を放つようになるが本種は特に、その香りが強い。中でもオスは、メスより強い方向を持つため、 2000年当時の一頭、あたりの価格は、オスが日本円で約80円程度、メスはオスの約5分の1程度であったが、2020年現在は、オスが約100円程度、メスが約70円程度である。蒸したメス成虫を食べる際には羽を取り除き、腹部を割って中の卵塊を取り出して食べるが、卵塊は粘り気の強い魚卵のような食感で微味とされる。 オスの場合は胸部、脚部に詰まった筋肉をほじくり出して食べる。タガメは肉食性の水性昆虫であるためかつての日本では養魚場の大害虫だった一方、タイでは山間部のタンパク源として不可欠な液虫であり、成虫が10に集まる習性を利用して採集する。夜間に照明に飛来した。 野生個体の成虫を捕獲することが多いが、ため池で養殖する場合もあり、近年では養殖法を解説した本が出版されたり、淡水魚の養殖地に発生したものを利用する場合もある。タイにおける昆虫食文化は、魚介類に乏しい内陸部で盛んであり、台湾タガメは北部、東北部の市場で普通に売られているが、昆虫食文化の乏しい首都バンコクでも、 節すつちばったとともに食用として人気が高い。また、タイでは、終戦液が様々な食材に方向をつけるエッセンスとして利用されるほか、ナムプリックメンダというタガメの香りがついた香辛料がある。これは、ウドウオンターニー県、ハジャイにて、カピと台湾タガメを火で炙り、台湾タガメの肉にカピニ肉と唐辛子を加えてすりつぶして、 水で伸ばすという調理方法で生産されている。このナムプリックメンダは日本人からすればかなり辛く、唐辛子の辛さでタガメの香りはあまり感じられないほどだがタガメ独特の果実風の味、香りを持ち、現地ではこれをご飯にかけたり野菜に漬けて食べたりする。また、タイではすりつぶしたペーストが調味料として売られているほか シュリンプペーストの香り好きに使われる例もあり、タガメの香りを再現した化学調味料も市販されている。台湾タガメはタイ国内で流通するのみならずアメリカ合衆国に在住するタイ人のために輸出もされており、1980年代にはカリフォルニア州バークレーのタイ食品店で販売されていた記録がある。タイ以外の生息地各国でも 以下のように食用として利用されている。環境省などの発表書籍論文ウェブサイト、ありがとうございます。